はい、薄い油の箱を貼りましたよ。ではチキンライスなのでチキンを入れていきましょう。メイキングスタートですね。はい、行きましょう。3、2、1、ファイヤー！バーン！はい、はい、この後玉ねぎくんも入れましたね。玉ねぎくんです。はい、はい、まれまれ。はい、チキンにまだ火が通っておりませんが、まあ、徐々に徐々に、フライパンの温度は非常に高いのですね、ファイヤーコントロール、必ず火を使います、料理人は火を使いますね。火に使われたら終わりですよ。はい、この後しめじマッシュルームですね。ぶなしめじを入れましょう。ぶなしめじ、この後枝豆です。枝豆ですよ。青いお野菜、枝豆を使っておりますね。はい、これだけです。食材的にはね、チキンのオニオン、ぶなしめじ、ここでバターです。発酵バター、やや酸味を感じさせる爽やかなバターですね。1人前 10g アバウトですね。全部入れましょうか。ドッカン、こんなことはしませんよ。はい、では混ぜ混ぜ、はい、チキンの火の通り具合を確認して、そしてご飯ですね、体積同じぐらい入っておりますね、ご飯は 140g レギュラーですね、となっておりますが、混ぜ混ぜ、ざっくりと混ざってくれましたね。はい、では今からですけれども、はい、塩コショウ、僕はブレンドしておりますね、岩塩、3億8000万年前の岩塩と沖縄の塩をね、ブレンドしております。はい、では塩入れましょうね。はい、ね、はい、そして、ハッピーペーストですね。ハッピーを味付けしますね。ハッピーハッピー、オッケーですね、少ないので上手に取れたかなと心配です。はい、コショウです。はい、ではかっこよく、あ、行きましたね。はい、です。はい。はい、では混ぜ混ぜです。混ぜ混ぜ。そしてデミグラスソースを入れて、一気にソースごと炒めていきますよ。いいですか。高速回転が入ります。米粒一粒一粒にソースを絡めます。ね、はい、高速回転でーす。大きく、はいはいはい、今度横向けですね、これで均等にパラパラ、フォーファーチキンライスの美味しいのが出来上がりました。はい、OK ですね。はい、グッドで、はい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 、はい、はい、あっという間に美味しいチキンライス。はい、では行きますよ。はい、OK です、ね、上手に入れましょうね。ケチャップを使わないタイプ、今これ、非常に、いい香りしたと思いますよ。はい、では、このままいっぱいなりすぎたから、ね、もうちょっと後でね、お願いします。はい、はい、では、今度、このままそのまま置いててくださいね。はい、では乗せますね。はい、こうこのままこういう状態ですね。美味しそうにできましたよ。ではオープンしましょう。はい、行きますよ。パカーン。はい、ここ置きます。はい、では今からね、この可愛いおもちゃんというフライパンを使って、オムレツを作って乗せてカッティングしましょうね。はい、こちらの方ね、もうバター使いません。バターを使いません。サラダオイルでお化粧しますね。このオブちゃんね、僕のアイデア満載、オムレツに特化した赤ちゃん用ですけれども、特殊的にね、特許がついております。それぐらいにアイデア満載、めちゃくちゃ人気あるフライパンなんですよ。卵入れましょう。卵には、塩しか入っておりませんね。はい、さあ卵3個分、では今から一生懸命混ぜていきますよ。キメの細かいスクランブルを今から作っていきますね。温度が低いので、ゆっくりといきますね、右手を回す、左手前後、これをね一緒にします、ね、で外の卵を中に入れ込みます。分かりますか。これに、温度がちょっと低いのでね、分かりやすい、ゆっくりといけますが、あともうだんだん速くなっていきますね。速くなっていく、はい、何のためにやってるんですか。キメの細かいスクランブルを作っていくんですが、はい、もう少しで、もう少しで、はい、これでいいと、元気な状態です。いいですか。はい、そーぐに周りを中に落とし込み、そして、オムレツの形にしますね。はい、先端の方に寄せて、じゃあ今から4回で仕上げます。いいですか。はい、トントントン、コロリンチョ、ね、コロリンチョ、あっという間にオムレツになります。これで、中から走る卵が全然ひっついてくるので、動かしながら火を通しましょう。もう少しですね。はい、これでグッドな状態です。表面見てください、ツルンツルンですね。これはいい温度でしっかりと混ぜてるからです。では元の位置ですよ、このフライパンの火力を使うことによって、このオムレツ立体的になりますね。幅ができます。はい、では OK です。はい、では乗せますよ。はい、コロコロコロ、もう少しこうです。
ね、コロコロコロ乗ってくれます。転がりながら乗りますね。はい、ではドントムーブということになります。はい、ではカッティングいきましょう。よく切れる包丁で、この真ん中をですね、はい、いいですか、ここですね、はい、ここです。端から端ですね、切れば落ちてくれますね。はい、そしてデミグラスソース、見ておいしい、食べておいしい、菊池大村ですね。最初の一口から最後の一粒まで美味しさは保ちます。あとはここの笑顔を添えたら出来上がりということになります。こちらパテですね。はい、いきましょう。オムラー、どうぞご賞味ください。2700円。ハローエブリバディナイスバディキチキチオムライスメイキングスタイル。1、2、3、4 Happy, happy, happy on rice Happy on rice Happy on rice 怪獣かはみんながキチキチにやってくる。キチキチのオムライス Happy on rice on here。 1、2、3、4 まぜまぜトントン、まぜトントン、まで、まで、とんとん、カロリー、ちょうできるだけ、パンカラだけね、踊れるかな、踊ってみようか。これがハッピーです。これ、オムライス。おーいえ、ラブになってます。LV です。L と V ですね。LV。じゃあ、行きましょう、2番。はい。ハッピー、ハッピー、ハッピーオムライス。ハッピーオムライス。ハッピーオムライス。黄色いドレスをまとった。キチキチのオムライス。一口食べたらたちまち笑顔になって、キチキチのオムライス、ハッピーオムライス、オーイエーイ。そう、はい、バッカンシュン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 、ハッピーオムライス、キチキチのオムライス、ハッピーオムライス、オーケー、ハッピーオムライス、オーケー。バッハー、1曲500円になってます。ダウンロードは150円になっておりますけどね、 YouTube の映像で見ることができますね。ちょっとね、嫌な思いしたりとかね、なんかこの場悲しいなっていう時にね、そのピチピチハッピーオムライス YouTube で無料で映像を見れますんで、めちゃくちゃいい映像でほのぼのとすると思いますね。よろしくお願いします。まあ皆さんがね、炒めていただいたらね、あと2年後、3年後こんな札幌店に出てると思います。当然赤組の大鳥ですね。バカーンと後に除夜の鐘がゴーって除夜の鐘のボーカルでしょうね、ユーヒーザーエンジャーってね。はい、そんな感じでね、また一つ口見て発表もらってよろしくお願いします。